ヘンリー・エルス・スティムソンはアメリカ海軍の原子力潜水艦、ベンジャミン・フランクリン級原子力潜水艦の8番艦。艦名はヘンリー・エルス・スティムソン国務長官にちなむ。ヘンリー・エルス・スティムソンの建造は1963年7月29日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミックスエレクトリックボート社に発注され、1964年4月4日に寄港した。 1965年11月13日に、グレース・マー・フィードットによって浸水し、1966年8月20日に、ブルーハン艦長リチャード・イ、e、ー・ジョートバーグ大佐及び、ゴールドハン艦長ロバート・ H ・チ・ウィークス・中佐の指揮下、収益した。成長後ヘンリー・エルス・スティムソンは、第16潜水セ隊に配属され、1967年2月23日に、 サウスカロライナ州チャールストンを出港、最初の戦略抑止紹介に出港する。1971年にヘンリー・エルス・スティムソンは最初のオーバーホールでニューポートニューズ造船所の監督入りする。このオーバーホールではポラリスミサイルに変えてポセイドンミサイル運用のための改修が行われた。1973年に任務に復帰したヘンリー・エルス・スティムソンは母校を スペインのロタに変更した。1980年にヘンリエルス・スティムソンはポセイドンミサイルに変えてトライデント・アイミサイル運用の改修が行われた。改修に伴い母校はジョージア州キングス・ベイに変更された。ヘンリエルス・スティムソンは1993年5月5日に退役、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで 原子力艦載利用プログラムに従って解体され、作業は1994年8月12日に完了した。ありがとうございます。